PM10 のサロン喫茶スビー。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの井上俊です。毎週土曜日夜10時から放送しています。今週もよろしくお願いします。4月13日、今週は入学式があったということで、入学おめでとうございます。そして自分の姪っ子、小学校入学おめでとう。この間また遊びに来ていて、ああもう小学校なんだと、早いなと、いろんな話をしてましたね。その姪っ子とは一緒に今回はキャッチボールをしまして、野球を、ちょっとバットがなかったんですけど、木の棒を代用して一人が投げて一人が打ってみたいな、結構うまかったですね。なんか運動神経はいいのかなっていう、自分の方がああもう下手やなと思いました。これじゃあそりゃ試合勝てないよなと、どこまでも下手だなと久しぶりに感じました。グローブをつけさせて、でこれで取ってみって言ってボールを投げるんですけど、普通にポンと取れる、やったことないのにうまいなと。小学校3年生の後半から6年生の最後まで、その短い期間ですけど少年野球をやっていまして、まあ確実に言えるのはやっていてよかったなと思います。経験していてよかったなと。まあその期間はですね、結構テレビで野球を見るっていうことが多かったですね。中継を、日本の野球もそうですけど、メジャーの野球も、特にイチローの姿を見て、まああの頃はあんな風になりたいなとちょっとは思ったのかなと、思っていたのかなと、すごいなと見ていましたね。そのイチロー選手が、その姪っ子ちゃんたちが来た日、3月21日に現役を引退という、最初は普通に日本で久しぶりにイチローがプレーするからという理由でテレビにかじりついて見ていたんですけど、そしたら最終日のもう中盤ぐらいですかね、イチローがこの後試合終了後に解禁をするという発表が出てきて、そういうことなのかと。確かに同じマリナーズのメンバーたちがイチローに対するアクションが強いなと思ってたんですけど、拍手とか感謝とか、なんかいろいろ久しぶりに日本でやるだけにしてはちょっとオーバーだなという振る舞いだったので、ああこういうことだったんだなと。
イチロー最後の日をメンバーも興奮していたんですね。試合終了して日付が変わって3月22日に会見が始まって、今日のゲームを最後に日本で9年、アメリカで19年目に突入しましたが、現役生活に終止符を打ち引退することになりました。最後にこのユニフォームを着てこの日を迎えられたことを大変幸せに感じます、というコメントから始まり、もうそこから2時間ほど各テレビ局記者たちの質疑応答に丁寧に、一郎らしいコメントを残して現役を終えられたと。日米通算4367安打、ギネス世界記録、すごいですね。45歳、すごい、すごすぎる。その光景をずっと姪っ子たちと見届けていまして、なかなかしびれましたね。一郎だなと、最後まで一郎だなと。野球が好きじゃなくても、もう国民全員が知っている一郎、いろんな記録を、興奮を日本に届けてくださいまして、本当にありがとうございました。そして28年間お疲れ様でした。No.
PM10 のサロン喫茶守備。小学校の入学式は覚えてますね。初めて自分の席っていうのができて、それがすごく嬉しかったような記憶があります。担任の先生が前に出てきて、ちゃんとした先生っていうのも初めてで、これからこの先生の話を聞いていくんだろうなとか、それで机の中にカゴが入っていて、まずなんかいろんな自分のものをそこに保存できるっていうのが嬉しかったですね。新鮮で。だから中学とか高校の入学式よりも小学校が一番記憶が強いですね。まあ中学とか高校は校長先生の話とかすごい事務的にふわーっと終わっていったような感じで、やっぱりその一番初めっていう、これから始まるんだっていう小学校は印象も強いし楽しかったですね。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備。そろそろエンディングのお時間となります。改めてアニバーサリーライブお疲れ様でした。アニバーサリーライブも終わって、次は5月の武道館ですね。先週かな、アニバーサリーライブがネルの最後のライブと言ってしまったんですけど、訂正します。すいません。おそらく5月の武道館もネルは出演されると思います。なので行きたい。はい、君置きエピソードとスピスピメッセージをお待ちしています。スピークスピークでは質問や悩み相談など普通のお便りをお待ちしています。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は井上俊がお送りしました。寝る